世界で最も多くの意味が込められている一つの言葉。青年の胸を躍らせ、大学を無限に成長させるもの。挑戦。大学は自由への挑戦の舞台となるとき最も光り輝き、青年はその舞台の主人公となるとき最も眩しく美しく光り輝きます。失敗を恐れず、熱意を持ち、挑戦の限界を超え、世界と未来に向かって飛躍します。ドンア大学。1946年、戦後の独立から1年、釜山の名高い法律家、ソクタン・チョンジュファン博士が自ら初の講座を開設しました。時代についての考察と批判の姿勢を失わず歩んできた彼の道のりは誇らしい歴史となりました。一歩一歩黙々と大学の未来を自らの手で切り開いてきた果敢な挑戦の日々でした。地域を代表する名門私立大学として、寸博、府民、功徳に位置する未来型マルチキャンパスを通して、東亜大学は大学の伝統、学生の夢、地域の未来が息づく挑戦と飛躍の舞台となりました。また地方の私立大学の中で最大規模を誇る法学専門大学院は、大韓民国の法律分野におけるトップクラス大学として知られています。さらに政治、経済、文化、スポーツなどあらゆる分野において大韓民国を動かしている20万人に上る同窓会ネットワーク、先輩たちの力強い応援と支援が東亜大の後輩たちにより多くの挑戦への機会と可能性を切り開いています。知性と人格をバランスよく兼ね備えたグローバル人材、投資とマナーを兼ね備えたジェントルな東亜人に成長し、東亜大が歩んできた果敢な挑戦の歴史を未来へつなげています。これまでの全てのイノベーション領域を超える第4次産業革命、時代をリードする人材育成のために融合教育と産学協力をさらに強化していきます。釜山市産学研の研究団地設立事業を通じて ICT を活用した世界的なスマートファクトリーの構築を目指し、リンクプラス事業を誘致し、企業に寄り添った教育環境づくり、都市文化再生、産業の高度化、シルバーバイオ・フィットネス分野で頭角を現し、地域社会の発展をリードしています。教育府が支援する人文力量強化事業をはじめ、地方大学特性化事業、先導研究センターの支援事業など、国策事業と地元産業を通じて蓄積してきた研究力をもとに、東亜大の教育の土台は日々強化されています。最高の教育を求めて東亜大にやってきた世界各国からの学生が東亜グローバルゾーンで共に成長し、毎年1000人の東亜大の学生たちが海外の大学や機関に留学し、グローバルな知識や感覚を身につけています。卓越した競争力を持つ就職支援プログラムを通じて、大韓民国の社会、ひいてはグローバル舞台に進出し、全国でもトップレベルである豊富な奨学金制度に支えられ、熱意を持ち夢に近づいていく東亜の学生たち、彼らと共に独創的な挑戦の第一歩がより良い未来に向かっています。地域と共に成長し、学問的成果と文化的資産を地域社会と共有する東亜大学、全国でも最高の大学博物館であり、建物それ自体が文化遺産である地域の名所、ソクタン博物館、朝鮮戦争当時臨時首都の政府庁舎であったという歴史をテーマにした避難首都釜山夜行をはじめとする文化イベントの出発点であり、メイン舞台となっています。釜
山、ウルサンエリアにある唯一の心脳血管疾患センターを持つ地域医療の中心、東亜大学附属病院。最高の医療スタッフと最先端医療システムを備え、信頼と奉仕の心を込めて仁術としての医療を実践することで地域社会に貢献しています。このように東亜大学は地域を育み、世界と共に歩く私学の名門としてのビジョンを形にしていきます。1946年개교이래23만동물을배출한우리동아대학교는지역사회를선도하는명문사학으로위상을지켜오고있습니다국제적안목을갖춘인재를양성하고취업이강한대학으로나아가겠습니다人文学的な資質をもとに育まれた自立性と闘志、共同体意識を兼ね備えたジェントルな東亜人。挑戦し対話する創造性に富んだ人材を育て、絶えず新しい世界に挑み続けます。学びと触れ合いのある大学、東亜大学。